わ、わかりました。この状況でそれを言えるのはすごい動物の愛だと思います。私は、うん、とりあえずはだけど、まだ何かいろいろ不穏だね。おお、飛んでる。あれは鳥？鳥じゃないな。うわ、冷たい。冬だ、そういえば。さっき、全く気にせず入ってったけど、おっと、手紙を読む。あ、オットーさん。君のおかげだな。ロージーも僕も本当に感謝してる。これから新婚旅行なんだ。あー、よかったですね。報告をしてからね。応援して。いやー、もうそれはぜひ。あ、うまくいくといいな。新婚旅行か。魔法界の新婚旅行ってどんな感じなんだろうね。楽しそうだな。まあ魔法が当たり前の世界だから、その世界の住人にとってどうかわかんないけど、いいね、楽しそう。空飛ぶ馬車みたいなのとか乗ったりするのかな。才能は変わらず。あれ、そういえばさっきなんか何か強い、未確認か。他なかったっけ？さらっと拾ってなかったっけ？ないか。そしたら、うわ、いっぱいある未確認が。これ一旦まあ開けに行ってもいいけど。待ってね。クエストは、これか。セバスチャンと会う。まあやっぱり先に今回はサブストーリーをやっていきましょうか。ホグズミーの広場にいるポピーと話す。あ、じゃあ出なくてよかったんだな。戻りましょうか。よいしょ。これが終われば、とりあえずは、サブクエストは一段落って感じかな？みんなが最終的に巻き込まれて、大きな被害とかに遭わなければいいんだけど。待つ。忘れるなんて変よ。いたいた。ごめんね、こんな寒い中私地べたに座って待ってたのか。屋内にいればよかったね。お待たせしました。もしかして待たせたかな。全然、荷物が来る予定だったから郵便局に寄ってたんだ。現実的だね。送るのを忘れたのかな。今週はフクロウも来なかったし、研究で忙しいのかも。うん。何の荷物？何の研究？荷物が、まあ、聞いていいなら。差し入れかな？開発中のペットフードだよ。ペットフード？先生のニーズルにあげようかなって。なるほど。ってことは、そういう研究？おばあちゃんの研究って？その時によって違うけど、生き物に関係してるよ。うん、先週はプリンピーの足の結び方だった。プリンピーの足の結び方。ん？なんだ？動物の足の結び方ってこと？どういう生き物なんだ？紐状になってるのかな、足が。ドラゴンのニュースがあると言ってたね。あのドラゴンのこと、何か分かった？卵を取られたのを知らなかったみたいだし、ホーンテールホールを飛び立った後、巣に戻ったと思う。テントに戻って飛んだ後を追ってみたの。追跡どうやって？だいぶ前だけど跡が残ってるかな。樹冠とか火を吐いた跡をたどるんだよ。へえ、樹冠。火を吐いた跡。ドラゴンは定期的に火を吐くのかな。人間の呼吸ほどじゃないにしろ。それで追えるのかな。なるほどね、さすが頼りになる。
確信はないけど、あの子が向かった先に一つ心当たりがあって、そうなんだ。そこを見に行くのはどうかと思って。なるほど、うん、もう出発する。よければね。首輪がついてたら影響を調べたいし、卵を必死に探してるかもしれない。そうだね。着いたよ。ここで母親を見つけられるはず。あの種族はこういうところに巣を作るんだ。さすが詳しい。そうやって母親を見つけたんだと思う。ここでキャンプして行動パターンを記録したんだ。なるほど。先に母親を捕まえて卵を取ったのかも。ただでさえドラゴンをなだめるのは大変だもの。そこに立ってるだけで全部わかったの？密漁者の考え方なんて簡単にわかるよ。詳しいからこそか。卵を返すだけだし。うん。ドラゴンは、でも他の動物、一般的な動物たちと比べるとなんとなく知能がありそうな感じがするね、今までの話からして。わかんないけど。だから卵を持って、いやまあでも言うて向こうから見分けつかないか。私たちが卵を盗んだそのアシュワインダーズと一緒だってまあ普通は思われるよね。卵持ってきたら返してくれるなんて、まあ普通は警戒するか。危なそうではあるね。いやでも返してあげたいし、そこはポピーさんは信頼できるから。動物詳しいし、魔法生物。それなら楽勝そうだね。すぐに出てこられるよ。ようやく密漁者とさよならだね。だといいけど。卵をもらっちゃえばなんてこと。卵はどこに持っていけば。ドラゴンがこの辺りにいたとして、卵はどこに返せばいいの？巣は母親がいつも見張ってる穴の中心にあるはず。他の場所と比べてよく焦げてるかもしれない。想像だけど。うん、なるほど。まあこれがその火を吐いた跡ってことだね。この選択肢はどういう心境で言えばいいんだ。じゃあドラゴンを探しましょう。それじゃドラゴンを探して卵を戻そう。素敵。飛んでるところを見られたら敵か食べ物だと思われるかも。地面を歩いていった方がいいと思う。わかった。もう一つ、ドラゴンの心を乱すようなことはご法度だよ。もう十分来てるだろうから。私はいつでもいいよ。うん、だね。まあ穏やかな心境ではドラゴンもないよね。じゃあ会ってみよう。おーっと、怖いね。いた、私たちの上。上？うお、みたいだね。でっかいな。ドラゴンみたいに首輪をつけられてない。だ、大丈夫か。さすがに侵入者だと思われていきなり火吐かれたらプロテゴで防げるのかな。とはいえ、まあ盗んだのは私たちじゃないけど、これなんかすごい取るの気が引けるな、この場所で。今までアイテムとして散々取ってきたけど、取っていいのかな。ごめんなさい。あーすごいでっか。いやーかっこいいね。胸元をなんか青い光になってるな。かわいそうに調子が悪いんだよ。卵が心配なんだ。あーなるほどね。人間と同じだね。心があると体も本調子とはいかないんだね。急ごう。ちなみにこっちにはまだ気づいてないみたい。あ、そうなんだ。もう気づかれてるかと。あ、少なくとも目的を果たせ。間違えた。その調子、早足で行こう。オオカミがいるな。野犬か。これは参ったね。これは戦うしかないかな。闇ってあるから普通の野犬と違ってなんか野生ではないんだろうけど。普通なら10人はいるけど。
10人いればでも逆に捕まえら、あれ？スミジ、どこにいる？ボルネオで合流するはずだと思ってたが、お前が闘技場に望みを抱いているのは知ってる。だが、本当のガリオンはアクロマンチュラの中だ。何日か前に、バイオレットと二人でいくら稼いだか、お前は信じないのだろう。言うまでもないが、ボルネオのやつに目をつけるのはそう悪くない。いずれにせよ、俺たちは間もなく移動する。多分エジプト。もう負担がなくなるかと思うと、本当にホッとする。それじゃあまた、アンガス。素敵だな。連絡を取り合ってるんだ。だね。まあ、亡くなったことに関しては、かわいそうだとも同情は起きるけど、自業自得としか言いようがないのかな。うわ、すごいね。また来た。お、距離を取ろうか。ここで綺麗って感想が出るのはポピーさんらしいね。いいね、本当に好きなんだね。橋もあの子の怒りは避けられなかったみたい。壊されちゃったわけか。レパール、素晴らしい。直しましょう。オッケー。ポピーさんはあんまり魔法そのものよりも魔法生物に本当に詳しくて興味があるっていう感じなのかな。綺麗だね、雪景色も。やっぱりドラゴンって目がいいのかな。なんて言ったの。密漁者はご飯をあげないだろうし、この距離だと私たち羊みたいに見えるよね。大好物なんだ。まあ、俺たち運がいいね。そうなんだ。美味しい餌に見えてるわけね。まあ、上空から見て羊か犬か狼か人間かなんてそんなわかんないよね。目が良かったとしてもパッと見じゃ判断はできないよな。気をつけて。おっと、ん？なんだ、火が燃え上がってる。あれはアッシュワインダーじゃないや、ドラゴンの住処だから燃え盛ってるのか。あー、屋敷ってか、建物を燃やしたのか。本を襲うなんてよっぽどお腹空いてたんだ。ただの八つ当たりかも。うわ、燃えてるね。まあ、何にせよ情緒が若干不安定な状態にあるのは間違いないね。子供が不安なんだ。バレるかな。え、待って、まさか戦わないよな。これはバレてますね。バレてるかバレてないかで言ったらバレてますね。うわ、わかりました。この状況でそれを言えるのはすごい動物の愛だと思います。私はとてもいいと思います。急げ。わかった。あぶねえ。わかった、動機はあるね。走れ、走ってくれ。よいしょ。あぶねえ。これで来れるか。もう一個横に行くか。あっち側に行って、あぶねえ。持続的に炎を吐くのはまあまあ消費があるのかな。次でいけるね。よいしょ、いけたかな。まだあるね。これは新しいミッションだ。テンションは上がるけど同時に命の危機も感じる。なるほど、わかった。無茶言わないで。ハリーポッターらしくていいんじゃないかしら。これは間違いだな。今赤い樽が見えたんだけど、
誘爆したら大変だね。あるね。いける。オッケー。歓迎されてはないね。だね。暖かすぎるんじゃない。冬にはちょうどいいかもね。通用しないよね。普段なら試すけど、もうそれどころじゃない。もう、そりゃお怒りだよな。オッケー、わかった。炎の数が増えてるな。気をつけよう。あの入り口まで行ければ中に入れるはずだよ。わかった。うわ、衝撃がすごそうだ。鼓膜大丈夫か。やべ、危ねえ。わかった、いけるかな。オッケー、なんかあったけど。ヒル、さすが。大丈夫かな、ポピーさんは。これで巣に行けるかな。ひぃ、どうしてここの橋は壊れてるの。まあ壊されたんだろうな。よかった。いや、人間の敵の100倍怖かったな。それじゃ卵を返そう。そうすればあとはすんなり出られるはず。うん、わかった。これか？あ、これが巣なんだ。ここで、あー、なんかえぐれてるね。不思議だな。ドラゴンがもしかして自分で巣になれるようにえぐったのかな。噛みつくか、炎で燃やすかして。明らかに自然になった感じの岩の形じゃないもんね。へえ、そういう生態はちゃんと見てみたいな。綺麗だね、たまご。どうも、怪しいものではないとは言い切れないかもしれない。すごい、喉が燃えてる。卵を返しに来たということが分かって。大丈夫、ポピーさん、後ろが。危ない。ああ、傷ついてるね。ポピーさんとしてはでも正直これすごいワクワクしてるんだろうな、こんな近くに。綺麗な目だね、ドラゴン。あ、敵じゃないとは判断したみたいだ。賢いんだね。すごい体験したね。大丈夫？私たちも無事なままだし。まあ、私はシンプルに危ないって思っちゃったけど、ポピーさんにとってはそうだね。今のすごい嬉しかったんだろうな。あんな間近に見れて触れて、自分のことを理解してもらえて。みんな魔法生物を見くびってるだね。魔法生物は思うよりずっと賢いんだよ。いつもおばあちゃんがそう言ってる。大事なのは生き残ったってことだよ。それに卵も戻した、うん、一緒にやってくれてありがとう。あなたがもうドラゴンのことなんて二度と考えたくないって思ってても責めはしなかったのに。いや、でも今のシーンを体験したら興味が湧くね。意思疎通がもしかしたらできるかも。全然でも戻る準備はできてる。君がいいならだけど、城に戻らない？わかった。ホーンテールホールでドラゴンを助けた後だから、城を離れれば密猟者に襲われると思ってたんだ。そうだね。ああ、闘技場を破壊してドラゴンの卵を取ったんだから、うん、だね。そうだよね。でもどうして私たちを追ってこないの？何もしてこないなんておかしい。まさか新しい獲物？もう先を越されてるかも。まずい、こんなこともわからなかったなんて。すぐ行かなきゃ、袋を出さないと。どうして気づかなかったのかな。先を越されてる？あ、サイドクエスト
満タンだったね今。とりあえず先手を打たれたということは間違いないっぽいな。ごめん今私完全に理解はしてないけど、よくはなさそうだね。お金入れとくね。あ、すごいいっぱい増えてるね。私が募金しまくったから。全然全然。あの、非常に言いづらいんですけど、その辺で拾いまくったお金なので全然あげます。こういうサブクエストもね、いっぱいあるから、おしゃれだ。え？あ、あれ、本物か。あ、本物のフクロウだ。これ、郵便局か。へえ、面白い。そうか、そうか、バイクとかじゃなくて、フクロウが届けるんだね。かわいいな。じゃあ、みんな、仕事を待機してるんだね、あそこで。かわいいし、賢いし。新聞がある。バジリスクのブリーダー、事故だった。だと主張。わあすごい、こんな新聞読めるんだ。あー、預言者新聞、あれか、あのハリーにめちゃくちゃあのクディッチの件でデタラメ書かれた新聞だっけ。忘れちゃった、違うかもしれないけど。さてプロテゴ出しちゃった。なんで、クエストを開いて、これであとはメインクエストだけだね。海岸でセバスチャンと会う。じゃあこれをやっていきましょうか。海岸、海岸か、あっちだね。とりあえず一旦ホグズミードを、あー、ヒル通りすがりにプチュってってしまった。ああ危ない、まだ乗れないか。というかあれだな、秘密の部屋行って武器じゃないや、防具の発見したいね。収穫をして、オッケー。間違えた。ウィゲンウェルデークもだいぶ余ってるな。で、これだね。うわー、すごい、強っ！全部強いな。一個だけちょっと低いけど、これはつけていこう。帽子？あったあった。火力下がって防御上がるのか。あ、これはシンプルに火力が上がるね。かつ爆発スロットでボンバーダの威力が増加。俺は強い。他は、あー、これは半々か。防御は下がる。目くらまし術使用中の呪文ダメージが増加。ああ、じゃあ、アレストモメンタムが火力が上がるってことかな？服装は、ああ、これも火力は下がっちゃうのか。火力はね、下げると、動画的な配慮で申し訳ないんですけど、テンポがね、下がっちゃうので、どっちかっていうと、防御を下げてでも火力は上げた方が、進みは良くなるので、まあ、私もどっちかっていうと、火力特化の方が、ちょっと楽しいので、つけるか。あ、あったかそう。冬にはちょうどいいね。じゃあ、これでいきましょうか。
ー